さぶり、英雄と呼ぶにふさわしいぞ。地は我らが制圧したぞ。
が多い。こりゃ簡単には勝てそうもねえな。方針殿、言葉を慎まれよ。兵に聞こえては士気に関わります。敵の要所を制圧する。一糸乱れぬ行軍で臨め。目障りなとこは潰しちまうか。ついてこい。目障りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。目障りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。敵の要所を制圧する。一糸乱れぬ行軍で臨め。嘘だろ、全員倒されちまうなんて。助けてくれ。貴殿のおかげで窮地を脱することができた。救援感謝する。乱の迅速な平定のため貴殿らに協力しよう。冒頭の虎、ここにあり。皆の規範となるようこれからも精進せよ。
今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。規範となるようこれからも精進せよ。どうことなるんだ。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。この地は我らが制圧したぞ。精進せよ。
地は我らが制圧したぞ。
市は我らが制圧したぞ。精進せよ。したぞ。我らが制圧したぞ。黄金のやからめ許さんぞ。虫けらの分際で図に乗り寄ってすでにお前は我が主中、私の罠に翻弄されるがよい。ここを放っておくのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。ひとまずあの辺りを押さえておくかの。おのども、かかれ。この地を奪ってしまえ。すべてわしのものにするんじゃ。どういうことになるん。あの地を奪ってしまえ。すべてわしのものにするんじゃ。私の命運はここまでか。の過去があらんことは。企画に暴れおってわしの計画が台無しではないか。
冒頭の虎、ここにあり。見事なブヨの褒美はちゃんと弾んでやるぞ。敵は我らが制圧したぞ。
この地は我らが制圧したぞ。この地は我らが制圧したぞ。我の生み出した兵が消えただと？さては再起を壊されたか。自画自賛できる成果だ。
に死す。御殿まさに立つべし。本部ども、縁の奇跡を見よ。えい、変な力のせいでまともに戦えぬ。誰でもよい、聴覚を撃つのだ。この腕でがっちり守ってみせるぜ。狙いは定まった。敵の足場を崩し、戦意を損。目標は定まった。全軍進め。敵の足場を崩し、戦意を損。狙いは定まった。敵の足場を崩し、戦意を損。この地は我らが制圧したぞ。今さらあがこうとも無駄よ。行け、蒼天の獣を打ち放つのだ。くっ、いつまで持ちこたえられるか。援軍が来てくれれば勝ちどもに。よき女、冒頭の虎、ここにあり。
お見事、見てるこっちも奮い立ちますぜ。出さないなら無理やり奪い取ってやる。誰か、誰か助けてくれ。したかったのは役立つなんかじゃねえ。トキトを抜けてこの方についていくぞ。この俺様がまさかこんな奴らに負けるとは。よし、敵将討ち取ったぞ。おう、頑張ってんじゃねえか。守りは性に合わねえんだ。やるからには絶対に抜かせねえ。
敵将討ち取ったぞ。こんなところで終わりかよ。もっと暴れぬかったぜ。助けていただきありがとうございます。このご恩は忘れません。冒頭の虎、ここにあり。皆の規範となるようこれからも精進せよ。我らが制圧したぞ。敵の狙いはこの地と見た。変入熱烈なる風の力を我に与えよ。敵の足場を崩し、戦意を損。狙いは定まった。敵の足場を崩し、戦意を損。ひどや。進め進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。螺旋強引撃。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。風が静まっただ。これでは北の守りが薄くなろう。お前ら変よ。猛然たる氷の力を我に与えよ。
聴覚か。その首、後頭の虎がもらい受ける。文具なる蒼天の獣よ、天佑を受けて立った我を討つなどと申すか。今や漢の朝廷こそ俗臣が跋扈する幕府。民を虐げ、権勢を欲しいままにするその悪逆がわからぬか。蒼天すでに死す、後天まさに立つべし。何時、天の声を聞け。敵も生々じゃねえな。お前らも隙見せるなよ。敵の不死身の周到か。厄介だな。武器が破壊されるとは。これでは全力を出せ。今こそ敵の弱力が失われてゆく。またも再起を壊されたか。再起が全て破壊されるとは。我が力の源が。螺旋強引撃。もうほどなる。狙いは定まった。敵の足場を崩し、戦意を損。今こそ敵の要所を叩く。この獣め、我が主は苦しむ。君はお許しにならぬ。よし、敵将討ち取ったぞ。黄金刀を率いる聴覚は倒した。官室に逆らおうなどとするからだ。いやはや、なんとか勝てましたな。兵は拙速を聞くも、いまだ後宮を閉ざるなり。機を見て迅速に動いたのが走行したか。孫権殿、
見事な傭兵であった。やりましたの、殿。これで各地の乱も静まるでしょうな。果たしてそう簡単に進めばいいがな。ん？何か引っかかっておられますか？聴覚の言葉に間違いはないのだ。乱の原因は民を顧みない朝廷の姿勢にある。それが変わらん限りこれからも乱は起きるだろう。おそらくは董卓の動きもそれを見越してのもの。官室はまさに内と外とに憂いを抱えているのだ。皆、この騒乱簡単には収まらんと思っておけ。それならそれで戦うだけですけどね。長丁場なら俺の見せ場も少しはありそうだ。理由の関東よ、無論わしも遅れは取らんぞ。勝負の尊敬、その力を天下に示す。時代が戦乱へと向かうならば理にかなう道か。先々のことはこれから考えねばならぬ。だが今はまずこの先行を祝うべきであろう。その通りだな、帝府よ。みんなよくやってくれた。官軍や義勇軍の活躍により太平道の教祖張覚は倒れた。ここに黄巾の乱は一応の収束を見る。だが世の乱れが収まることはなかった。都の洛陽では十条寺ら宦官と帝の外戚の一派が対立。外戚に味方した袁紹らが宮中に乗り込み十条寺を撃った。この騒動に乗じて上洛したのが清涼の豪族董卓である。董卓は帝の身柄を奪うと自らは大尉の座につき権力を独占。暴虐の限りを尽くした。諸侯はこの状況に強い危機感を抱いていた。やはり董卓は官室に背いたか。殿の読み通りでしたな。どうせならばあの時撃っておくべきでしたかな。まあそんなことより今は洛陽の脱出だな。董卓の手のやつらがあちこちで好き勝手暴れてる。変なとばっちりが来る前に逃げた方が良さそうだ。殿、合金討伐の恩賞は受け取りました。もうここ洛陽に長いは無用かと。ああ、だが董卓がここまでやるとはな。いや、さもありなんと言うべきか。奴は領州で西の異民族と戦い続けてきた男。力こそが全てとそこで学んだのだろう。ならば奴の暴威止めねば国が滅ぶか。もっともですが、今は手勢が少なすぎる。まずは調査に戻り、残してきた軍と合流せねば。うん、そうだな。おお、ここで会うとは奇遇だな。お前は、いや、曹操殿。
おお、曹操殿も洛陽におられたか。お互い無事で何よりよ。野獣に招かれてな、七肉林の宴を共に楽しめと。野獣？それはまさか。無論董卓よ。ああ、やっぱり。曹操殿、お主かの者に組みするつもりか。ふん、獣に従うなどできようものか。だが董卓の軍は盛況、まともに戦をして打ち倒すことは難しかろう。ならば方法は一つよ。なんだ、方法は一つって。気づかれたか、孫権殿。ああ、あの気迫、曹操は董卓を斬るつもりだな。なるほど、戦場ではなく首席ならば機はあるか。本気ですかって殿に聞くのも変ですが。さすがに無謀が過ぎるわい。だがなぜそこまでして董卓を討とうとする。そうそう、あの男にも目指す何かがあるのか。死なせるには惜しいな。それに奴には黄巾の乱での借りもある。おっとの、まさか。みな行くぞ。俺たちも洛陽城に潜入し曹操を援護する。ことがなればよし、ならねば奴の退路を開く。やっぱりそうなりますか。主命ならば従うまで。しかし曹操の進化は今頃狼狽しておろうな。何、たまにはこういうのもよかろうて。洛陽を去る前に最後の一暴れといこうかの。董卓のいる宮城を守っているのは長領か。曹操はすでにあの中にいるようだな。孫権殿。